苦しい夜、ムシムシとした朝、もうね、ジメジメが、ね、雨止んでるんですけどね、こうやってね、日差しが出てるんですけれども、都内9時の時点で湿度 93% とかありましたからね、かなりムシムシなんですよ。睡眠寝れてますか？やはりね、翌日元気に働くためにも、元気に動くためにも、しっかりとした、ほら、これ日差し出てきちゃうんだもん。暑いよ。この後気温ももちろん上がるんですけれども、何よりもね、このジメジメした気持ち、それを切り替えるためにそのストレッチした方がいいんじゃないのかなと思うんですよね。関東東海は山沿いを中心にですね、午後から天気の急変あるんですよ。でこれ雲が広がってて、都内はまあそこまでだじゃないと思うんですけれども、平野部でですね、にわか雨の可能性あることを覚えておいてください。折りたたみ傘忘れずに。さあ、そしてですね、ストレッチ元気にいきましょう。午前中に元気に体操、そうストレッチすることでね、いいんですよ。もう僕も今ジメジメしちゃってね。でもやりますよ。あー、なんかジメジメ。そんな時は脇の下のストレッチのチャージ。なんかもう寝不足なんかもう寝不足。脇の下伸びてんですよね。足をね、逆に動かすことによってすごい伸びやすくなるんですよ。なんかもう寝不足。ジメジメした時こそもうストレッチ、脇の下のストレッチしてくるとね、少しね、気分転換になるんですよね。シャキッとしてくると言いますか、日も出てね、ジメジメしてますけど、この後も元気にいきましょう。それではねえねえ、なんかさ、今日寝不足。ちょっと逃げないでよちょっと寝不足